はい、こんにちは、カズボです。ドラゴンボール Z カカロット続きやっていきたいと思います。ですね、今回は先に進もうと思うんですけど、悟空の家で松父の元へ向かいということで、行っちゃいましょう。もうないよね、サブストーリー確かね。あるんかい。あ、ナッパか、これ。ナッパがいるんですよ。だけど、今、悟空から、変えられないので戦えないのかな。父、今蹴ったぞ。ただいま、お母さん。悟空さん、本物の悟空さんなのけ。当たり前じゃねえか。おめえも元気そうだな。まったく、1年以上もどこをほつき歩いてただ。そんな妙竹林な格好して、それにご飯ちゃんまでそんな格好で。いやー、話すと長くなるんだけどさ。悟空はこれまでのあらましを説明した。はぁ、3年後に人造人間が来るからご飯ちゃんを修行させてけれって。まあいいだろ。いい加減にしてけれ。冗談じゃねえ。悟空さ、どこまでご飯ちゃんの勉強の邪魔したら気が済むだよ。勉強もわかっが、3年後には地球そのもんがやばくなるかもしんねんだ。ダメだダメだ、なんと言おうと許さねえ。じゃあおめえは地球の未来よりご飯の勉強の方が大事だって言うんか。当たり前だ。ご飯ちゃんの勉強の方が大事に決まってるだよ。いい、さすがにそりゃねえだろ。な、頼むよ。仕方ねえだ、これが最後だべ。父、だけど3年経ったら絶対憲法をやめさすからな。ここもね、アニメだとね、ちょっとね、とあることが起こるんですけどね。本当にすまねえ、父。スーパーサイヤ人にも弱点があったか。よし、そんじゃ修行に行くとすっか。悟空よ、聞こえるか。ん？この声、神様か。うん、よく聞こえるぞ。久しぶりだな。よくぞ地球に帰ってきたな。待っていたぞ。早速で悪いのだが、お前に大事な話がある。神殿に来てもらえるか。え、今じゃねえとダメか。ほら、これから修行が。皆にとっても大事な話なのだ。みんなに、あ、わかった。今からそっち行くよ、神さん。待っているぞ。ピッコロ、ごはん。悪いけど、俺は神様のとこ行かなきゃなんねんだ。おめたち、どうする？何？神だと？俺は奴のところになど行くつもりはない。そっか。じゃあ、おめたち先に修行しててくれ。わ、はい、お父さん。でも、お父さん、場所ってわかるの？ピッコロとご飯の木探れば、なんとなく場所はわかるさ。大丈夫かな？そら、行った。オラがそっち行くまで、ピッコロとしっかり修行してんだぞ。任せておけ。久しぶりにしごいてやる。そんな。神様の大事な話か。なんだろうな。これって帰れないよね、今またね。ああ、ダメだ。悟空だけになっちゃった。じゃあ、ドラゴンボール集めとこうかな。神様の大事な話か。なんだろうな。
な。さて、よし、まあ、見えてきた。神様、なんか妙な感じだったな。うん、こりゃすげえ木の塊だ。よっ、へへ。木が見せてくんのがわかんな。それはいいんだけど、ドラゴンボール集めたので、ああ、ナッパ控えらしたんで、ドドリアさん控えらしておこうか。で、また溜まったら次、ザーボンさん控えらしてね。戦えるのかな？どんな願いも叶えてやろう。さあ、願いを言え。まあ、これは後でまたやりましょう。自由に、まあ、インターバル期間ってやつだろうな。次またそれがあったらもう、叶えられるもの全部叶えようかなと思うんだけど、それでいいかな。神様。よっ、神様。ミスターポポも久しぶりだ。待っていたぞ、孫悟空。で、一体何の用だ？ドラゴンボールについて話があってな。神様はドラゴンボールを使えるのはあと少しだと告げた。こんなあったっけ？シェンロンの調子でも悪いんか？いや、私の死、私の存在そのものが消える、その時が迫っている予感がするのだ。な、あくまで予感だ。そこまで深く考える必要はないかもしれぬが。もう、わかった。予感なら外れっかもしんねえしな。うん、だがもしもの時を考え、願いは今のうちに叶えておくのだ。マジか。よく考えて使わねえとな。分かったよ、神様。もっと、そろそろ戻らねえとな。ピッコロたちはあっちか。え、これって今のうちに全部やんなくちゃダメ？叶えとけば後で戦えたりするよね、多分。おーい、悟空！やじろべ！オラを呼んだっちゅうことは、なんか用でもあるんか？そういうこと！頼みがあるんだぎゃ。なんだ頼みって？先祖だわ、先祖。カリン様がまた育てるってよ。それにゃ肥料とか必要でよ。それ集めんのおみやさんに頼もうと思ってよ。ならおめえが集めに行けばいいじゃねえか。おりは忙しいの。どう見ても暇そうじゃねえか。うるせえ。どうせ先祖はおみやさんたちが使うんでしょう。自分で探してくるのが当然でしょうよ。それもそうか。相変わらず軽いやつ。よし、じゃあ詳しく説明するでよ。ヤジロベは先祖の育成に必要なものについて説明した。先水ピンピン肥料てなわけで、今説明したやつが必要な肥料だぎゃ。肥料は聖地カリにあるでよ。場所も地図に印つけといてやったでね。この塔をずっと下に降りていきゃたどり着くでよ。肥料集めよろしく頼むわ。わかった、行ってくぞ。お、なんかあんの。無敵の殺し屋タオパイパイを倒すため、悟空は誰もその頂上を見たことがないというカリン島を登った。カリン様には先祖で世話になってっかんな。たまにはオラも手伝わないとな。
そこにある飲めば己の力を何倍にもするという調整水を手に入れるためである。頂上にはカリンという戦病が住んでおり、調整水を飲みたければカリンの邪魔をかわせという。素早いカリンの妨害をかわすため知らずのうちに修行。いつもここで何やってんだろうな。修行って感じでもねえしな。知らずのうちに修行を重ねる悟空だったが、それこそがカリンの思惑だったのだと。こりゃ、はい、調整水か。でもこの中身ただの水なんだよな。カリン様からこれを奪い取る修行したけんど、すんげえ苦労したんだった。ああ見えてヤジロベエのやつ、刀はすご腕なんだよな。初めて会った時魔物をバッサリ切っちまったしな。修行すりゃもっと強くなるんだけどな。あいつ寝てんかな。もう一個ある。ピッコロ大魔王に敗北し、体中がガタガタになってしまった悟空は、ヤジロベエの手を借りて再びカリン島の頂上にやってきた。カリンはボロボロになった悟空へ仙豆を食べさせると、悟空の体は瞬時に全開した。回復した悟空はピッコロ大魔王との再戦に備え、改めて修行させてくれとカリンにお願いするのであった。あの昔の話だね。これ。カリン様には先祖で世話になってっかんな。たまにゃおうちは。なんかある。よし。お、聖地カリンには聖地の守り人。うまそうなリンゴだ。ああ見えてヤジロベエのやつ、刀はすご腕なんだよな。初めて会った時魔物をバッサリ切っちまったしな。修行すりゃもっと強くなるんだけどな。あいつさっき聞いたな。ボラとその息子ウパが住んでいる。ある日ボラたちは落ちていたドラゴンボールを拾うが、それを奪いにレッドリボン軍が襲ってきた。しかしボラは強くレッドリボン軍を返り討ちにするかに見えたが、ウパを人質に取られ危機に陥ってしまう。ドラゴンボールを探していた悟空はたまたまその場に遭遇し、レッドリボン軍をやっつけてしまうのであった。はいはい。こりゃすげえいいリンゴだぞ。よし。ここにあんのか。あった。よし、これだな。ウッパたちが暮らしてんはこの辺りだよな。こりゃすげえいいリンゴだぞ。あ、なんかいるな。これキューコンマンか。おめえやるんなら相手になるぞ。んだわ。いいもん手に入れたな。マジか。嘘でしょ。おお、なるほど。ヤジロベエのやつ、これが嫌で頼んできたんだな。ま、いい運動になったからいっか。あったあった。あれもあのファミコンの強襲サイヤ人ってあったんだけど、あれにいたよね。取ってきたぞ。そのベザナもいたけどね。やってくれると信じてたでよ。ちょっと待ってろな。頼まれとったやつ取ってきたんだわ。バッカモン、それは悟空が取ってきたんじゃろうが。楽ばかりしようとしようってからに。おい、寝てたんじゃ。瞑想しておっただけじゃ。まったく、お主には一度ガツンと反省させねばな。どんな仕置きをするべきかの。そりゃあにゃーわー。
ともあれ、ご苦労じゃったな、悟空。また先祖が育ったら分けてやろう。お、頼んだ、神様。お、神が12だね。すっかり遅くなっちまった。ピッコロたちんとこへ急がねえとな。カリン様から先祖を受け取るようになりました。先祖は一定時間ごとに出来上がり、カリン島にいるカリン様から受け取ることができます。また受け取り忘れた場合もカリン様の元には最大9個まで先祖が保存されます。定期的に先祖を受け取って強敵たちに挑みましょう。そういうのあんのね。ヤジロベイっていたっけ。ああいるか。ああなるほどね。お主も悟空たちを見習え。あいつらと比べられてもよ。まあ今ってくんねえの。まあくれるよね。やブレイクシチームかい。そこだけやろうか。カメハウス何が出てんの。あった、スキューバーエリア。こんなんだ。おっす。バブルス、元気か。え、なんか元気がないみたいだな。はい、何かあったんか。困ってんなら力になるぞ、バブルス。まいったな、何に困ってっか全然わかんねえぞ。悟空、ちょうどいいところに来た。バブルス君がお腹を空かしているようだから何か果物を取ってきてくれないかの。おそうか、腹減ってんのか、バブルス。この星の果物は食べ尽くしてしまってな、それで元気がないんじゃ。いいけど、どんな果物を持ってくればいいんだ。バブルス君は上等な果物しか口にせん。わしと同じでグルメだからの。ここの飯ってあまりうまくねえけどな。失礼なやつだな。そこまで言うならうまいものとやらの一つでも持ってこんかい。じゃあ果物と一緒に父が作った弁当を持ってきてやるよ。本当にうめえからさ。うん、これでまずかったら承知せんからな。でバブルスにどんな果物を持ってくればいいんだ。そうだの、やはり神バナナじゃろうな。極上の甘さと深い味わいを持つ果物じゃ。じゃあそれ取ってくるぞ。運命の食わしてやっから期待してるよな、バブルス。で、そんなの見たことも聞いたこともねえぞ。本当に地球にあんのか。確か地球にもあったはずじゃ。ずっと昔に地球に種が持ち込まれたと聞いたことがある。どうやって探そうかな。そうだ、ブルマだったら知ってるかもしれねえ。ちょっと待っててくれな。ブルマがなんで知ってんだって話だけど。おっす、ブルマ。あら、ソン君、どうかしたの。悪いんだけどさ。相談があるんだけどよ。悟空は神バナナについての事情をブルマに説明した。そうね。一応心当たりあるわ。あるんかい。あのさ、本当か。でも、その果物ってジャングルの奥地でしか育たないから、ものすごく高価よ。どんな偉い人に食べさせるわけ。バブルスだ。バブルス？海王様のペットだぞ。ペットにそんな高級果物を与えるわけ。それしか食わねえみたいでさ。飼い主の海王様にいてめんどくせえんだ。悟空聞こえとるぞ。なんだ、海王様聞いてたんか。で、ブルマ、その果物ってどんぐらいするんだ。いつでも手に入るわけじゃないんだけど、売ってるとしたら1000万ゼニーくらいかしらね。そんなにか。どうしよう、海王様、1000万ゼニー払えるか。あれ、海王様、なんだよ、都合が悪い時は黙ってまうのか。しょうがねえな。仕方ねえ、ジャングルまで取りに行くか。ブルマ、どこに行けばいいか教えてくれ。いつも思うけど、あんたたちって食べ物は大体自給自足よね。お金を稼いで買うって発想はないわけ。はい、神バナナ。お、なんかまたある。ドラゴンボールを探す旅を続ける悟空とブルマ。変身能力で村人たちを騙していたウーロンを新たに仲間に加えるが、ウーロンは常に逃げる気満々。ブルマはそんなウーロンをなだめるようキャンディーを渡し、ウーロンは疑うことなくそのキャンディーをなめてしまう。
実はそのキャンディーはブルマの作った PP キャンディーで、 PP という声に反応しお腹を下させることができ、ウーロンはその効果が続く1ヶ月は逃げることができなくなってしまったのであった。それでこの飴食えっかな。クンクン、なんか腹壊しそうな匂いがすっぞ。はい、PP キャンディーはやばいよね。お、なかなかやりそうなやつだな。なんだこれ。あ、オラがいねえ間ピッコロにはご飯の修行を任せっぱなし、相当厳しく鍛えてくれたみてえだし、ありがてえや。ご飯もすっかりピッコロに懐いてるし、あいつらいい師弟コンビだな。すんげえうまそうなもんみっけ。あいつらとの修行楽しみになってきたぞ。いいもん手に入ったな。しゅうわ俺の人生どこでおかしくなりやがった。あの地球人のガキが俺に蹴りを入れた時か。そうだ、間違いね、あの時にケチがついたんだ。おのれや。そう、あのガキ許せねえ。どっちもご飯だな。これはレベル40にならないと無理だから、じゃあブレイクシッチか。バブルスにうんめえバナナ見つけてやっかな。よし、うん、お、ブルマの来た場所だな。それじゃ行ってみっか。あ、そっか。んあ、マジ10個集めるの。あったあったあった。あ、いっぱいあんね。これあと1個どこだ。どっかに多分ある。あった。よし、これで大丈夫だな。はい、あ、飛ぶんかい。まあ今回ここまでかな。どう？海王様、紙バナナ持ってきたぞ。でかした。早く見せてくれ。ここにちゃんと。あれ？紙バナナ潰れてしまっている。なんでだ。しまった。地球のものはここの重力に耐えられるのだ。でもよ、食べたことあるんだろ。なんでこれだけ。いや、地球産のを食うたとは言っておらんぞ。それに地球に持ち込まれたというのも何万年も前の話だしの。
おそらく10倍の重力下で暮らすサイヤ人のお主が最初にここで苦労したように、このバナナも地球の重力に慣れてしまったんじゃ。どうすっかな。じゃあ地球の果物をご馳走するにはどうすりゃいいんだ。ほらバブルスにうめえの食わしてやると約束してしまったぞ。そんなことわしに言われても。仕方ねえ、またブルマに相談してみっか。マジかよ。なんだ、またあんたまた来たの。 何の用。それが用。そうね、どうせ潰れちゃうならジュースにしていけばいいじゃない。味は変わんないんだし。なるほど、頭いいなおめえ。10倍の重力でも壊れない容器はいくらでもあるし、持ってきたらジュースを作ってあげるわよ。それじゃあ行ってくっぞ。また持ってくんのマジで。嘘でしょ。あ、取ってきたの。お、今度は取ってきてくれたんだね。どう？かよ様、あのバナナジュースにして持ってきたぞ。ナイスアイデアじゃん。ブルマのアイデアだけどな。ほい。もらえんのか。あ、もらえないか。バブルスのバッジ。あ、もらえた。モリモリが10だね。はい、ということで、お、バブルスはジュースを一気に飲み干した。はい、精錬金を入手しました。なんだバブルス、これをオラにくれるんか。それはバブルス君の宝物だ。バブルス君は相当お前に感謝しているようだな。そうなんか、ありがとうなバブルス。じゃあオラはこれで。待て悟空。なんだ海王様、まだなんかあるんか。さっき言ってたわしへの弁当はどこだ。あ、すっかり忘れた。また今度な。こら待て。まったく。わしは食事を我慢して待っていたというのに。新しいシャレを思いついたぞ。うっはっは。うっはっは。はい、ということで今回ここで終わりたいと思います。じゃあ次回ね、また進めるとこは進めたいのでよろしくお願いします。よろしければグッドボタン、チャンネル登録、ツイッターなんかしてあげるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。